なあなあゆき、最近って何流行ってんの？最近何が流行ってる？今の若い人の間で。何が流行ってるんだろう。いやいや。それね、これね、こうやってやって、こうやっていくやつね。違う。最近若い子の間で流行ってることといえば、TikTok なんですよ。で、僕も TikTok はちょいちょいやってるんですよね。新しいそういう文化とかを取り入れたくて、やっぱり自分が実際にやってみないとこう分からない部分もあるので、まあ、だからそもそもうちの、ね、相方のマイキーがフォロワーがいるんで、まあその辺でね、彼から聞いたりもしてたんで、以前に Twitter のいいねだけで3日間生活、そしてインスタのいいねだけで3日間生活やったんですけども、本日は今流行りに流行っている TikTok のいいねだけで3日間生活やっていきたいと思います。流行りにもこう乗れつつ、もうみんながこうね、わかりやすいじゃないですか。中高生とかこう、結構本当に TikTok 好きなイメージあって。僕マジでわかんないんですよ。で、ね、TikTok を始めてから YouTube 始める人とかもいるやん、結構最近。逆にこう YouTube がガチで TikTok やってみたらどうなるやろとか思って結構やっててんけど、今もね、いろんな YouTuber がもうそもそも賛成するようになったし、ハッシュタグ有名になりたいとか、ハッシュタグおすすめになったら教えてとか、なんかそんなやつとかさ、みんながやってそうなやつ、あえてやったりしてたからね。明日からね、やっていきたいと思うんですけども、まずはこう、分子系を、稼がなければいけません。ってことはすなわち今から TikTok を私撮りたいと思います。今ちょっともう遅くなっちゃったんですけど、今から TikTok 撮って、まあ、明日の昼にその時言ってるいいねの数がその日の使えるお金になります。これを3日間やりたいと思います。まあだからね、3回 TikTok 投稿することになるのかな。もう1回につきいいねが100とかしかけんかったら3日間で300円生活ですね。今 132K ってなんぼや。13万人。おお、13万人もんの。ありがとうございます。ということで早速、1日目撮っていきましょう。高橋翔、何が流行ってる今。じゃあ何流行ってるか分かる。でもね、面白かったのがなんかセルフィーカップルっていうフィルターがあって、それをしたらなんかこう自分の違う性別の分身を作ってくれるんですよ。なんか男の人がそれをやったらこう横に女の人が出てくるみたいな。それでなんかこう自分一人でカップルっぽくなれるみたいな。だからもし女の人がやったら横に男の人が出てくる、自分の顔から作った男の人が出てくる。そうっていうのがあって、この前俺やったんよ。多分俺女の子って認識されたやろね。横に男の子出てきて、その男の子が弟マジでそっくりやった。ちょっと見たい。ちょっと今撮っていくよ。あれちょっと似てなくなった。前の時もっと似てねんけどな。まあでも弟に似てるじゃん、似てるよね。やっぱり俺今女のに認識されてるわ。前の時もっと似てねんけどな。こんな感じ。え、めっちゃ似てるやん。似てる？誰を参考にしよっかな。みんちゃんとか。じゃあその辺を参考してやっていきたいと思います。なんかバズってるのがちょっとイケてない風からイケてる風になんか変身してる、なんか変化があるものがなんかこう流行ってるみたいなので、ちょっとそっちやっていこうと思います。完全にこれ TikTok の裏側ってやつやな。よーし、こっから変わるみたいですね。 TikTok むずい。 OK できた。これでじゃあ投稿します。はい、どのぐらいに来るんやろう。ちなみに今回撮ったのこんな感じです。もうそんな来る。TikTok やってるわ俺。おはようございます。胸癖がポカッとしてる。まあお昼の12時に足らないと軍資金がもらえないので、一旦用意をしたいと思います。本日の予定としては、普通にご飯食いに行く予定と、仕事でマイキと歌ってみたいのを撮影があるんで、 TikTok といえばマイキ結構得意なイメージあるから、ちょっといろいろ聞こうかなと思います。というわけで動画できました。12時になったということで、いいねの数を見ていきましょう。何言ってる？何言ってる？おお、これは多いんか悪いんか分かんないですけど、3971、まあイコール3971円が今日の僕のたけやきの軍資金となります。めちゃめちゃ寝起きの声。これ多いんか少ないか分かれへんね。でも TikTok そもそも出したんが夜が12時過ぎてたんで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11時間ぐらいしかやってないから、まあまあまあ普通くらいなんかな。まあとりあえず本日3971円でやっていきましょう。お出かけしたいと思います。今日はこれで頑張るぞ。はい、というわけで昼飯食べる場所に着きました。そんな別にわざわざこんな感じで出てくる感じでもないから、月に1回、まあ2ヶ月に1回ぐらいで、まあ、出てってるんで、たまたま今日がその日やったということで運が悪いというか、いや何日生活って限られてるからさ、使えるお金が。あ、そうですね。そう、まあなので、今からご飯を
食べに行きたいと思います。届きました。うまそう。いただきます。いただきます。最近友達と話しててさ、言われたのはさ、反抗期なさそうやねみたいな感じで言われてて、すごい仲いいからさ、結構荒かったよね。そうやね、うん、短期間にギュッてって、その反動今あの時は思い出したくないっていうぐらいもんね。言ってたよ。まあね、優しいからね、昔は。昔はそうじゃなかったからね。まあ誰もが通る道、まあね、うん、はい、というわけでごちそうさまでした。値段が2728円でした。ということで残り1243円です。今日一日これで過ごしたいと思います。そんだけしかないの。うん。はい、現在時刻がお昼の2時とかかな。今日は今からもしかしたら新しい家を借りるかもしれなくて、その内見とかに行こうかなと思っています。行ってきます。久しぶり。マイキです。久しぶりです。久しぶりすぎん。ここに座るのが久しぶりすぎて。いや懐かしい。この絵 TikTok のいいね数だけで3日間生活。はぁ、 TikTok フォロワー数すごいやんか。多分 YouTube より多いっていう現象が起きてるよ。どんぐらいの今50弱ぐらい。じゃあドナメトレ撮っていきます。じゃあ4小節前からいきます。はい、うんうん。へさくもりの道。かっこよすぎやろ。それでは、レコーディングが終わったということで、今から撮りますか。撮りましょう。まあ今回まあちょっとね、こちらの TikTok か。まあ俺自撮り系の全く撮ってないんやけどね。2人で撮るってなるとね、どういうのがいいんやろうな。このね、うん、顔に反応して顔がこうやってボンって、ほらこれでかくなるのがあるよ。だからあっち向いとったら反応せんのよ。せーので画面向いてどっちが反応するか勝負みたいな。これさ、俺が勝ったらさ、やっぱタケのアカウントやけどさ、タケが出た方がいいね来ると思っちゃう。なるほど。いや、俺が勝ったらちょっといいね少ないと思う。まあそれはね、神の水を知るというか、その時のね、運次第ですから。タケのいいね数減らすぞ。ちなみに、これ今からね、晩飯買いに行くんですけど、これおごるとかにする？いいんじゃない？俺ちなみにもう残り1000円ぐらいしかないからさ。いけるね。いいよ。いきますよ。それじゃあごちそうさまです。うん、ない。いや、ないかよ。お金そんな使わなかったな今日。いや、こう1日1回ゲームしててさ、その日最後は手持ちのお金をルーレットで2倍になるか3倍になるか半分になるか0になるか。おお、ボーナスチャンスってやつですね。そう、これじゃあやっていいですか。これは賭けやな、なかなか。いきますよ。ゼロってことは、こんな感じで1日目終了ございます。お疲れさんです。おはようございます。よくある寝起きドッキリみたいになったけど。おはようございます。2日目でございます。シャワー浴びてきました。じゃあ今日の TikTok、 果たしてどれだけいいね数が来たんでしょうか。昨日出したマイヒトの TikTok は、えいっ、おぉ4385。というわけで昨日一旦ゼロになったんで、本日の所持金4385円です。イエーイ。これで一日過ごしていきましょう。って言ってもね、今日は普通に編集デーなんですよ。ひたすら編集するという一日なので、まあ家でまったりと過ごしていきましょう。はい、というわけで、今日のまず1食目、濃い白桃こんにゃくゼリーとモンストのエナジーですね。148円と218円、366円なんで残り4019円です。うまい。まあこんな感じで何もない時は細々とした食生活を送っております。休憩タイム。そんな足上げる？シンクロ選手かお前は。というわけで、すっかり夜になりました。まあ夜といっても夕方の6時です。この時期は夕方の6時でももう暗いですね。真っ暗ですね。弟も来て一緒に仕事をしつつ、まあ何も特にお金は使うことなくって感じですね。はい、というわけで晩飯を食べに行きましょう。お腹が空いたんで残り4019円ということで、まあこれにお値段でいけるとこで、まあ今日ねそのままカメラマンと一緒に行くんですけど、まあどうせ出すやん。
まあ2人で4000円ぐらいね。ちなみにあのガソリン代も計算しようと思ってまして、だいたい1キロ35円とかなんですよね。めちゃめちゃ安ないですか。でこれ結構近場なんで、往復でも今日3キロぐらいなんで105円です。ということで残り3914円になりました。よし、じゃあ目的地に着いたんでご飯食べましょう。わあ、さあ美味しそう。というわけでだいたい4000円にギリいかんぐらいかな、3500円ぐらいかなに抑えました。これはハンバーグと、こっちはまあサラダと丸エビかな。まあダイエット生活してるからさ、一応炭水化物、まあご飯は抜きにしたって感じですね。それではいただきます。この年になってアボカドのうまさに気づいてんけど、まあとりあえず仕事お疲れ。そうだ、一応 TikTok 生活やったけどさ、なんか本当に普段の3日間生活とかよりよりなんか自分の僕のプライベートに近づいてるって感じやね今回。これマジリアルやな。はい、ごちそうさまでした。会計見たらさ、ちゃんと消費税まで計算してたんや。残り3914円やろ、見て3894円。ちょっと残り20円しかないんだけど。マジ。じゃあ帰って TikTok 撮りたいと思います。よし、何撮ろっかな。おすすめ一発目、なんか TikTok っておすすめがあるんですよ。 YouTube で急上昇的な一発目よ。あいつおすすめ乗ってる。いやこんなパワーやろ本当に、語れへんのこんな。じゃあ撮りまーす。ちょっとこれマジで弟と見すぎてたから、ちょっと改めてちょっとやってみようかなと思って、自分を異性にした姿が現れるみたいなやつです。それじゃあ行きまーす。来て。え、やば、俺やん。ちょちょちょ、顔出して。似てるよな。似てますよね。これをじゃあアップして明日12時に何いいね来てるんでしょうか。それでは2日目おやすみなさい。おはようございます。最終日へとある撮影があるので使っていきたいと思います。あ、その前いいねの覚えたか見やな。はい、というわけで12時になったので、どれだけいいね数の伸びとか見ていきたいと思います。どれだけいった。最終日使えるのは微妙に滑っとる。だから最終日2421いいねということで2421円支給されます。で昨日が何だったっけ最後。あ、そっか、20円しかなかったのか。2441円でございます。はい、こちらで最終日頑張っていきましょう。ちょっと喉が渇いたのでお水を買ってきました。2341円です。じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。僕の本日の予定は、本日の予定はですね、とりあえず撮影なんですよね。この2日ぐらいはまあ結構その前に撮ってたから編集編集みたいな感じでいけたんですけど、今日はさすがにちょっともう撮影しな回れへんみたいな感じになってまして、今できたらね、もうその撮影もまあなんとかちょっとやりくりできたらなという、まあ3日間生活やからどうしてもこの撮影入っちゃうなという感じでございます。今から激安食堂中華屋さんにね行きたいと思うんですけども、そこもなんとか苦しきで頑張らなくてはっていう感じっすね。きついこれ。それでは、撮影行きたいと思います。まあ、車ということでね、そこまで往復だいたい18キロぐらいなので、うわ結構行くやん。630円ガソリン代、残り1711円でございます。まあでもね、日本一安い中華屋さんやからね、まあ、この値段でもいけると思うんですよね。そもそもがジョジョ園企画とかやったら終わってたよ。中華屋の方の動画でもチラッと言ったんですけど、まあ、弟が明日から彼女と楽しんで遠方まで。いやさ、何するの。まあ彼女が車で迎えに来てくれて、ほんで大学まで行って留学先の友達とかと会いに行くために、でその後に山口まで、そこに美味しい料理があるっていう、うん、から連れてってくれる。何で。あ、車で。運動は。ああ、できない。できん。したいけどできない。気持ちだけじゃどうにもって。そうそうそう、法律には勝てん。取れ。はい、というわけで激安の中華屋さんに来ております。思ったより激安でマジで安心した。あと1700円ぐらいしかないからさ、これ大丈夫かなと思ったけど、それを上回る安さ、めちゃめちゃ美味しいしね。はい、というわけでお疲れ様でした。この日本一安い中華屋さんの動画は、下の概要欄に貼ってるんで、皆さん気になった方はぜひ見てみてね。値段がですね、なんと1000円でございました。反対。
クイクテイさん、ありがとうございます。1000円ですね。安すぎ。ということで残り711円になりました。これで夜も過ごしたいと思います。はい、というわけで本日、新しい MV が公開されました。いや、すっかり夜になってね、ちょっとずっと公開設定というか、最後までサムネ決めたりとか、あと映像等々つけたりとか、なんかその辺の作業とかをずっとやっていました。ようやくアップ完了したって感じです。下の概要欄から新 MV ぜひ見てね。いやー、というわけでもうそろそろ終わるわけですね。 TikTok 生活が、 YouTube をね、まずそもそも一番最初に始めてて、 TikTok ってこうなかなかやる機会がなかったから、まあ、改めてすげえなっていう新しい文化やなと思いましたね。で、現時点で1日目が7860いいね、2日目が6135いいね、で3日目現在が2838いいねでございます。さあ、じゃあ最後何か晩飯でも食いましょうかね。でも残り在庫あんまないからな。どうしようかな。最終日ということで、はい、ルーレットをしてもらいたいと思います。出た、1日目にやったやつや。これまあいいの当たったら、まあちょっといい晩飯食いに行けるって感じか。じゃあ行きたいと思います。頼む頼む、3倍、2133円。これで最後晩飯を食べに行きましょう。あ、たけ焼きショー。それでは、最終日最後の晩飯なんですけども、せっかくねかける3当たったんですけど、ルーレットで、まあ結構もう時間遅くなっちゃって、それプラスまあ普段の僕の日常を表したら何食ってるかなと思って、でまあこう最近ねダイエットしてるっていうのもあって、さあチキンでいっかってなって、あ、でもちょっと贅沢しようと思って、こちらのグリルチキン2つ買ってきました。2つで396円です。2つ買っちゃいました。はい、というわけで、焼いていきたいと思います。油を引いて、で、ブラックペッパー味ですね。チーズ七味味。いつもさ、なんか謎に動画の時に、なんか大量の調味料買うんで、なんかそんな辺入れたりするんですよ。例えばこういうチリパウダーとかね、結構入れたりするんですよ。オールスパイス入れていきましょう。超うまそう。それでは最後、いただきます。いつもこんな感じで、一人で飯食うことちょいちょいありますね。で、一人でテレビ見ながら、いつもの生活だこれ。絶対僕毎回見てるんだって。ダウンタウンさん大好きなんで、ダウンタウン系の番組は全部録画してて、まあローカルなんかのこれ、今ちゃんの実話っていうのがすごい好きで見てて、あとアナザースカイも大好きで、それをこう見ながらこのグリルチキンを食うっていうのがね、結構至福の時間なんですよね。マジグリルチキンこれめちゃめちゃうまいから、みんなこのうまさ分かってほしい。ごちそうさまでした。はい、というわけで TikTok 3日間いいね生活終了しました。今回このような企画で、まあ、本当に TikTok を、まあ、3日間やり続けて、まあ、すごいなんか新鮮やったというか、普段僕がしてこなかったことなんで、あ、こういう風にしたらみんな見てくれるんだとか、こういう風に撮ったらうまく撮れるんやなとかさ、これからじゃあ頑張って TikTok 更新していきたいと思います。なので皆さん、どうぞいいねしてね。ありがとうございました。